吹雪は強い男の子、つららは優しい女の子。二人は雪国に生まれ、雪国で育ちました。吹雪は果敢に危険に立ち向かい、数々の冒険をすることでしょう。つららは吹雪に寄り添い、彼の命を助けることになるかもしれません。具体的にどんなことが起こり、どんな結末を迎えたのでしょうか。冬にだけ会える僕の友達、吹雪とつららのお話だよ。この山にはどんな病気でも治る雪の実がなっているという。僕のお母さんは重い病気で、お医者さんが言うにはもってクリスマスまでだという。僕はお母さんのために雪の実を探しに来たが、季節は冬、辺り一面雪で真っ白。ごめんお母さん、僕もうダメみたい。お兄ちゃん大変よ、誰か倒れてるの。本当だ、大変だ。僕たちが乗ってきたソリがあるだろう、それでお城まで運ぼう。うん。ここは？画家は雪のお城だよ。雪のお城？君たちは？僕は雪んこの吹雪、こっちは妹のつらら。つららです。あ、僕は雪。もしかして君たち、僕を助けてくれたの？人間の子供？どうかしましたか、女王様。人間の子供。今すぐこのお城から出て行きなさい。女王様、なんで？王様は人間を憎んでいます。雪の実。そんなもの、迷信ですよ。そんな。さあ、王様に気づかれないうちに、ここから出て行きなさい。待って、これを持ってって。これは、すごい綺麗なものだね。雨漏り、友達の印だよ。ありがとう。さようなら。さようなら、雪。さようなら、雪。雪の実、ないんだ。もう、お母さんの病気は、治らないんだ。待ちなさい、雪。女王様？雪の実は、ここから北へしばらく行ったところにあります。女王様、ありがとうございます。雪の実だ、間違いない。よいしょ。もうちょっとで雪の実に手が届く。取れた。しまった。落ちる。ユキ、捕まって。あ、吹雪、つらら。助かった。雪の実も無事だ。ユキが心配で追いかけてきたんだよ。ありがとう、吹雪、つらら。あ、二人とも姿が消えてくよ。ああ。王様にバレちゃったかな、人間を助けたこと。そんな、僕のせいで二人は消えちゃうの？そんなの嫌だよ。しょうがないよ。僕たちは勇気がお母さんと一緒に幸せになることを願っているんだよ。僕は君たちがいなくなるのは嫌だよ。
王様、二人を消さないで。泣くなよ、ユキ。僕たちは雪から生まれて、雪へ帰る。そしてまた、生まれてくるんだ。だからまた、会えるよ。早く雪の実を持って、お母さんのところへ行くんだ。ああ、でもクリスマスっていうの、やってみたかったな。ちょっと残念。そろそろ行かなきゃ。じゃあね。さよなら、ユキ。バイバイ、ユキ。そんな、そんな、消えないで、二人とも。ふぶき、つらら。お母さん、買い物に行ってくるね。はぁ、今日も寒いな。雪が降るかな。ホワイトクリスマスになるかな。お？雪が舞ってきたぞ。雪。雪。あれ？今、誰かに呼ばれたような。雪！ユーキー、その声は、つらら？ふぶき？つらら！ふぶき！どこにいるの？雪になって、戻ってきたんだね。会いに来たよ、ユーキ。クリスマスって、こんなに賑やかなんだな。おかえり、ふぶき、つらら。冬にだけ会える僕の友達のお話でした。ふぶきは強い男の子、つららは優しい女の子。二人は雪国に生まれ、雪国で育ちました。